オース未来のチャンピオン、どうもイゲンです。まあ、破壊ですよね。大事なのってね。まあ、世の中何事も気に入らないものを破壊していくというのがね、大切だと思うんですけど。まあ、今回はまさに破壊の化身であるチャーレムを使っていきたいと思います。っていう、あまりの説明不足ですが、要するに、今はもうポケモンの歴史の中でも例を見ないぐらいの悪タイプが強い環境、今までなかったんじゃないかな。こんなに悪タイプが環境を回してるっていう現象。チャーレム使いにとっては、このチャーレムの持ち前の格闘タイプの攻撃力、これを活かすまたとないチャンスです。今のうちにチャーレムを研究しておきたいということで、今回はチャーレムをエースとしてパーティーを組んでみました。実際どうなんやろうね、いけるんかな。とりあえず実戦で試してみましょう。どうぞ。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。いや、もうまさにようこそおいでくださいましたというね、この純伝説パラダイス。まあ、ただちょっとミミッキュがね、チャーレム苦手ですから、勝てるといいなという感じですね。で、今回なんですけど、チャーレム単体で攻めるより、さらにもうチャーレムをエースとしてね、進化化していくために、今回バトンタッチを採用しています。もちろんチャーレム自身で戦っても強いんですけど、素早さも耐久も足りないことが多いので、この空振り保険を発動させて素早さを上げつつ、歌うで相手を眠らせたりとかして安全にバトンを着地させるという動きを取って、まあ、そのままチャーレムで無双しちゃうじゃないかという動きを狙ってみています。どうやろう、決まるかな。メガネペリッパーの通りもかなりいいように見えるので、まあ、ペリッパーを添えて、チャーレムが打ち漏らした相手はこれでお掃除していくというのがいいのかな。よろしくお願いします。ちょっとオドリドリも捨てがたかったけど。はい、お相手先発動、毒ビシなのかな。先発動は大体毒ビシだと僕は見ているんですが、まあありえる話ですよね。チオンジェンあたりで耐久するのに毒ビシを先に撒いとくっていうのは結構最近よく見る動きです。鉄の毒牙とかで毒ビシやる人もいるし、まあ、キラフロールでやる人もいるし、本当に人によりますけど、チャーレムが毒踏んじゃうのをあんまり好まないんですけどね。一応銅に対してチャーレムはバリバリに強いので、叫ぶ尻尾のバトンを諦めて早々にチャーレムから入るっていう手もあるし、チャーレムが毒で倒れる前にもう全抜きできちゃうっていうのにかけて、この銅を起点にしてしまってもいい。どちらもありですね。まあいずれにせよ歌うで眠らせりゃ問題ねえか。あ、眠ってくれました。なんかあれだな、雑だな全てが。まあでもこれ毒ビシ任せないならそれはそれで相当にでかいので、いい動きはできてるんじゃないか。ビルドアップ1回欲しいかな。もうなんか寝てるうちに毒ビシさせずにバトンもう大いにありなんですけどね、こうなっちゃったら。叫ぶ尻尾フルで残せるし。あ、でもちょっと悠長に行きます。ビルド1回詰めるだけでもうチャーレムは十分な火力になるので、ちょっと欲張ります。こういう積みポケモンはね、欲張ってなんぼということで。あー、最速大きい。はい。毒ビシ、まあそうでしょうね。まあ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 、これでチャーレム毒になってしまうことが決まってしまいました。まあじゃあもう一回歌っちゃうか。空振り保険発動すればそれはそれ。銅は吹き飛ばしとかがないポケモンなので、リンルーよりは割と悠長に構えてもまあいいっちゃいいでしょう。あ、映像戻ってきた。銅眠ってる。バトン。慌てた。機材トラブル、最近ちょっと多いんだよな、機材トラブル。ごめんなさい、映像が途切れましたが、おそらく銅が眠っているので歌うが当たったんでしょう。空振り保険は発動していない模様ですね。まあ、しかしもう眠らせられたので、これを機にバトンしちゃうこととします。毒になってしまうのでプラス命の玉、ちょっと体力の管理が難しそうですが、銅を目覚ました。まあでもそうですね、ここでされるのが毒ビシなのであれば問題はないでしょう。チャーレムは毒ビシになる前に踏んでるので、まあダメージとしても比較的心配なし。さて、あとはここ思念の頭突きを素直に打つかどうか。イーユイに引かれるのが裏目です。素早さ上がってないからイーユイがちょっと厳しくはなっちゃうけど、ただ銅はもうお仕事終えたんで、あんまり残そうっていう意識はないかもね。ここは素直に思念打っちゃおうかな。引っ込めた、マジか。インファイト打てたら強かったな。チヨンジェン、なるほど、チオンジェンで耐久しようってんなら、まあでもこれビルドバトンしてますからね、相当な火力はもう出てるんですけど、チオンジェン側もこれ一旦守るとかなのかな。毒ビシから入るチオンジェンなら守るありそうなんで、初手もう素直にインファイト打つよっていう動き取ります。あー、三角飛びしてる。どう、あー、上手ですね。上手ですね。火力。どんな火力してんのよ、チャーレム。これどう相手、あれですね、貯水ですね。さすがに天然だったら、こんなには入んない。
嘘でしょ。まあでもかなりダメージ稼がれちゃってるんですけどどうなってんの本当に。意味わかんない火力してる。もうこんだけ耐久下がっちゃったらもうどんだけ下がってもいい意味ないというか一緒なので、もう一回インファイトでいいかな。まあさすがにこのターンミミッキュとか出せないと思うんで、試練の可能性考えたら、まあインファイトでしょうすごいことだなこの火力は。いい感じです。今のところいいぞ。お相手のポケモンももう全体的に見えて、ただ、まあ、体力の管理がちょっと難しいですけどね。ただチオンジェンが一回守るとかしても全然大丈夫。毒毒じゃないので、毒なので。偉大な牙、なるほど。チャーレムより速いポケモンか。であればまあ一回ぐらいね空振っておきたかったですけどね、歌うね。まあ、ただ偉大な牙とチオンジェンならペリッパーの暴風の一環があるので、もう一回その歌うバトンしてペリッパーにつないでペリッパーの暴風で詰めていくっていう筋もある。チャーレム残す、どうする。でもあんまり後出しできなさそうだから、ここはチャーレムお役御免かな。え、高速スピン、いやーこれ倒れるんだ。高速スピン全然ビルド一回積んでるから耐える可能性あったけどな。なかなかチャレンジャーですね。どうだろう、この有利対面ペリッパーで行った方がいいのか。まあでも叫ぶ尻尾からでいいか。仮にチオンジェンが出てきたらアンコールができちゃうし、そこまで裏目はないはず。毒毒ビシ踏んじゃうけど、まあノウエポンのポケモンなんで出すならここだよな。一応歌う、ここで押しておきましょう。つぶやさん2段階上がれば偉大な牙の上取れるかも。打ちかまし、まあこれで耐久が下がってくれるならそれはそれで美味しい。偉大な牙が眠ったところでバトンできればより安全。歌は外れる。これでファラオブリー保険発動。もう一回ぶちかまししてくれるなら、まあぶちかまし際にペリッパー出すでもいいかもな。それも強いかもね、別に眠らせなくても。せっかく素早さ上がったからこれバトンしちゃうか。もうえい、お相手適当な技振ってももうこの叫ぶ尻尾を倒せないので、ぶちかましもう一回押す以外にね、この叫ぶ尻尾を倒しきる術がないので、ここはぶちかましめっちゃ押したいと思うんだよね。ということで、ぶちかましだと思う。で、ペリッパー、メガネペリッパーであと集めていくと。これでいかがでしょう。しかし、チャーレム、微妙だったかな活躍。なんか目立った活躍ではないな。まあいいや、とりあえずメガネ暴風の一環を信じるか。メガネハイドロポンプはさすがにチオンジェンにテラス切られなかったら負けるんで、暴風しか押せないね。チオンジェのテラスを見て一回こっち叫ぶ尻尾に引いてこだわり直しとかはできるんで、また相手のテラスによってはペリッパー引いてハイドロポンプでこだわり直しとかしてもいいですね。タスキー、なるほど。混乱してくれんかな。あー、しましたラッキー、めっちゃありがたい。まあ、これで自分攻撃してくれたら完璧ですね、もうねインファイト、あでもインファイトなんだ。全然大丈夫ですね、火力的には。で多分まだメガネバレてないでしょう。ペリッパーの体力ちょっと消耗しちゃったの気になるけど、インファイトでこんな入んのっていうかペリッパー物理耐久まあまああるポケモンなんですけどね。偉大な牙の火力がすごいのか、ペリッパーが思ってる柔らかいのか。まあ今回 AS じゃない CS なんでね、耐久全然触れてないっていうのもありますけど。チオンジェン、まあチオンジェンからは一撃でペリッパーを吹き飛ばすような戦術は取れないので、まあ、お相手からしたらもうテラスでなんとか耐えつつ一旦宿り着するとか、そういうなんかすごいまどろっこしいことしかできないので、まあ、こっちはテラスタイプを見てこだわり直しを考えるだけでいいと思うんですよね。毒テラス、まあ一番ベーシックですね。こうなればハイドロポンプの方が火力は高いので、ハイドロポンプにこだわり直してもいい。どんぐらい入るだろう。チオンジェン特殊耐久やばいポケモンですけど、メガネ暴風、あー確認ラインなんだ、いいじゃん。まあちょっと宿り木とね、守るがあるんで全然全然その限りではないんですけど、押し切れるかどうかちょっと怪しいラインですけど、どうだろう。守るとかも含めたらちょっと怪しいので、まあここ守るしてくれたらそれアンコールしちゃおうということで引きます。アンコールしてもなんかその間結局ね残飯で回復続いちゃうから、なんか守るアンコールするのも強いんかなってちょっと思ってるとこなんですけど、身代わり、はあ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 、なるほど。身代わり、え次暴風してたらさ身代わり出せなかったことない、体力足りなかったことない、すごいな。どういうプレイまあいいや、アンコールできちゃう、これはでかいよ。アンコールしてでまた引いて
ていう動きを取れば、チオンジェが身代わりをしているうちに、まあ、一応暴風の動きに入れるので、かなり状況としてはいい感じ。まあ、ここ叫ぶ尻尾まだ残せます。ペリパ引く、まあ、チオンジェンが身代わりをしてるうちにペリッパ出し直して雨再展開してという形。いいね、やっぱパーティーに1体今挑発かアンコールね、欲しいですね。こういう動きのポケモンがいるんでね。じゃあ暴風いきましょう。はい、素早さに振っていてよかった。チオンジェンより上です。チオンジェンがもうよほど最速とかでない限り、まあ、こっちのね、あの S 振りが刺さりますね。はい、まあ、ここを身代わり繰り返してますが、なるほど、確かによく考えたら残飯じゃなかったな。もうなんか頭が勝手に残飯で処理してたけど、残飯処理って言葉あんま良くない頭が勝手に食べ残しだと思ってたけど、食べ残しじゃないね、このチオンジェン。暴風をします。これどうだろう、宿り木で賄えてんのかな。もう多分間に合ってないと思うけど、一応ハイドロポップの方が火力は出てるんですけど、さすがにね、身代わり連打に対して命中不安技振りたくないので一中の暴風を選んでます。引き続き、ただ初回のダメージ見る感じ、多分もう次の暴風飛ばせるんじゃないかな、このチオンジェン。やっぱメガネって偉大よ、イカ様。あ、もう宿り木ルート諦めてる。はい、じゃあ勝ちですどっちにしろ勝ちです。やったー、チャーレム地味いやちょっと次の試合は派手に派手派手にいってほしいですね。はい、対戦で見つかりました、よろしくお願いします。順天いないパーティーも多いな、まあ、メタル側に回るみたいなね。羽ばたく紙とか適当に入れとくだけで順天説対策になるし、なんなら相手上から3体全員フェアリータイプなので、もう順天説をメタル方に回ってるっていうのがもうめちゃくちゃ分かりやすいパーティーですね。フェアリー3体いても僕正直チャーレム出す気満々なんですけど、いけるかな。もうこの並びいっちゃうか。ステロの重要性は比較的感じにくい並びではある。強いて言うなら紙、羽ばたく紙がタスキの可能性がまああるっちゃあるけど、そこに1枠咲くぐらいならドドゲザンとか転出した方が、まあさすがにフェアリータイプとかに対しては強そう。こうしとくか、よろしくお願いします。まあ、今回ドドゲザン風船なので、かなりセグレイブも意識しています。ロトムからなんかトリックしに来ましたみたいな出し方ですね。どうしよっか、トリックに対して一番いいのもう高校バトンしちゃうことなんだよなトリックっぽいけどね、さすがにチャーレムがスカーフもらっちゃうっていうのもまあ一つありではあるけど、あ、やべ、時間切れです。結局ボルチェンか、まあ、なら歌うでよかったかも時間切れでなんだかんだいいコード取れた。チャーレム引かなくてよかったな。チャーレムにボルチェン当たるの一番やばかったですね。マリルリ、マリルリ、なるほど、歌う、当たる、歌うが当たるとまだマリルリが行動してないので、この次のターンは確定眠りなんですよね。即バトンじゃなくて、まあここはビルドアップの方が強そう。マリルリに対してビルドアップできるのはだいぶでかいんじゃないかな。はい、このターン確定眠り、もう一回ビルドしていいかな、します。マリルリも強気で居座ってる。ビルド見てるけど居座るんだ。腹太鼓しようみたいな感じなのかな。最速置き、はい、運がいいですね。じゃあれ、まあ、全然大丈夫だけど、全く問題ない。じゃあ空振り保険も期待して歌うしちゃうよ。当たる、はい、まあいいことですけど、この要領で一応まだまだビルドできちゃうんだけど、まあ相手もどっかで引くっていう動きは取れますよね。特に羽ばたく紙とかはこっから引いてそのまま処理に入れちゃったりするかも。相手が手を打つ前にバトンはしたい。ちょっと読み合いですね。ただ、さっきのダメージ見てじゃれつくで無理やり居座るっていうことを考えづらいので、ここでもう僕バトンしちゃおっかな。今回ね、空振り保険が入らなかったので、まあこれは運なんでしょうがないんですけど、まあそれでバトンするのどうなのっていうところもあるけどね、その分ビルド積みたくもなるけど。マリルリ居座り。神はなかった可能性はある。ここもう一回最速置きからのじゃれつくはちょっともう割り切りかな。ドドゲザンじゃなくてさすがにこのバトンはチャーレムに渡したい。ドドゲザンでも悪くはないんだけど、よし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 、さすがに2回とも最速置きはなかった。ここすぐ鋼テラスでいいかどうか。セグレイブ対面の時は鋼テラス切ってない方が強いな。自信が抜群になっちゃうから全技等倍の方がまだいい。さすがにここはテラス切らずに死ね打ちます。目を覚ました。相手の方が早いってことは悪手ですね。はい、もう全然ビルド2回詰めてるから問題ない。死ね外し、はい、
まあまあまあ、よかった。相手が、ジャレスケ選んでなくてよかったです。思念、まあ今度こそ当たると。相手、次は外し期待でジャレをしてますね。よかったよかった。噛み合ってよかった。よし。であれば、ビルド2回詰めたチャーレムが降臨しているので、かなり強いぞ。ロトムからも、わかりやすい有効打はないですね。HA なので、今回のチャーレム。メガネとかじゃなければ耐えるけど、さっきのボルチの火力どんなだったっけ？メガネっぽかったか。ちょっと僕、今回叫ぶ尻尾使うの初めてだからダメージ感覚全然だな。まあ、インファイトで倒せれば勝ち。シンプルでわかりやすくていいね。放電なら大丈夫。これ、ハイドロフォームちょっと怪しかったかもな。二上昇インファイト、ちょっとやりすぎですが、命中安定技振ります。ドリームパンチでもいいんですけどね、この枠。ドリームパンチとインファイト、こっちの方が良かったっていうの、反復横跳びしそう、このポケモン。とどろく月、なのか。じゃあ加速できてないから、鋼テラスバレパンでいいかな、もう。と思いますね。鋼テラスバレパン打っちゃいます。これがどれくらいの火力か見てみたいな、とどろく月に対して。鋼テラス、玉、攻撃、二上昇、バレパン。まあ、言うて先制技の火力ではありますが、これがどれくらい入るか、めっちゃ興味ある、僕は。さあ、どんなもん？見たい。いや、やばいよ、この火力。5つ目でこの火力なの。めちゃめちゃ強いじゃん。すご。食らいつく。はい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 。全然大丈夫。ただ、叫ぶ尻尾に対しては、あれですね。挑発ありそうな、とどろく月ですね。次に届け算出してアイアンヘッドでいいか。総大将1体分だけど、足りるかな。5つ目に対して。羽休めで受からないといいんだけど、さすがに受かんないよね。アイアンヘッドいきます。まあ、とどろく月はもう、風船届け算に対して有効度持たないので、大丈夫だとは思う。ここでテラス。何テラスだろう。鋼とかは全然あり得る。5つ目なら。飛行。はいはいはい。5つ目だからアクロバットではないけど、飛行なんだ。アクロバット型から流用したみたいな可能性はあるけどな。羽休め。はい。まあ一応、ケタグリとか、その辺警戒なのかな。受かってる。なるほど。羽で受かってるならギロチンをします。あ、研磨を防ぎに来ましたね。今回研磨ないんですよ。まあ、ギロチンはあるがな。相手も今、肝が冷えたでしょう。ねえ。これ僕、名探偵なので、ギロチン見たらもう羽休めしたくないっていうのはわかるんですけど、羽休めできないところに土下座打ってだいぶ削るじゃないですか。で、不意打ち圏内に入れるじゃないですか。で、そうなって相手羽休めを押さないといけないなってなってから、またギロチン押すっていう感じで、タクを押し付けていくことで、ハサミギロチンがより後押しやすくなっていく可能性ってあるんですかね。そんなことよりも試行回数稼いだ方がいいんですかね。なんかおもろそうだからこっち。羽休め押せるやん。え？ギロチンに対して羽押せんの？マジっすか。まあ一応、受からない程度には火力出てるな。まあでもギロチンでいいや。じゃあ、竜の舞。はい。まあこれで食らいつくワンウェポンであることが分かりましたね。ドドゲさんに対してとどめを刺すのは非常に難しそう。じゃあ大丈夫か。さすがにギロチン打ち放題か。いや、どうだろう。耐久がそこまで足りないかもしれないけど。ギロチン、ギロチン。でもお相手もこっから、いやー、タク負け続いてるけど。まあ、でもこっからあれですよね。土下算されたら相当痛そう。足りてない。さっきの羽休めの感じ見るに、土下算全然打ってもいいんだけどな、ここ。どっちが確率高い勝つための。ギロチンをします。食らいつくか。全然羽休めまだ押せるかなと思って、ギロチンにしました。いやー、はい。もうこうなったら食らいつく連打に対してもう勝てないので、ここギロチン押すしかない。わ、ここ羽休め。おもろ。なるほど。ここで土下座に切り替えてくると読んだ。ギロチン。はい。まあ、試行回数で言えば十分押せてるんですけどね、5回は。2回の時点でトントン。3回以上打てればこっちが有利な確率なので、もうこっちが有利な賭けはずっとできてる。いや、もう足りないのか、体力。いや、多分乱数だったと思うけど、最後の。あ、負けか。悔しい、これ。そうか。いや、途中で土下座発散。
いや、まあ、悔いないです。はい。十分できたとは思う。まあ、挑発あるんでね、叫ぶ尻尾は、最初に出しておくこともできないし、まあ、これは全力尽くしたかな。ゴツメ HB じゃなかったら、チャーレムのバレパン、なんなら吹き飛ぶくらいの火力あったかもしれないってことですよね。いや、それはちょっとワクワクする結果でしたね。はい、対戦手見つかりました。よろしくお願いします。うわ、ドラパ久々に見たな。もう、悪タイプが増えた環境において逆風、大逆風を受けてるポケモンですが。いやー、まあでもね、やっぱ久々に見るとちょっと嬉しくなっちゃうな。チャーレムで全抜きするっていう流れを考える上で、今回はステルの重要性はかなり高そう。海流であり、タスキパオジアンとかにも対応できる。かつ初手のレンリルに対しても強そうなので、ステロはかなり重要度高めと意識してこう出します。ドドゲザンも通ってるポケモンだけど、僕はチャーレムで勝ちたいし、まあドドゲザンだとモロバレルがかなり怪しいので、チャーレムはいい選択肢だと思ってます。安定性はないけど、とにかく止まるポケモンが少ない。技範囲が広くて火力が高いので、一度無双体制に入ったらまず止まらないっていうところがでかいですね。で、パオジアンさんか。うん、決して不利な相手ではないですけどね。ただアクセルロック、アクセルロックに対して相手攻撃技の後つぶてでいいので、こんなに有利対面ですけど、まあ全然負けられる対面ではありますね。さすがにこの対面でステスロック悠長すぎるので、これならアクセルロックをします。はい、ステロ重要だって言ったけど、パジョン引いた。うんうんうん、引くならそれでよし。海竜にアクセルロック入るのもまあまあでかいですよ。うん、まあ、一応タスキは潰、おわ、ゴツメ、こっちのタスキ潰された。なるほどね。まあ、それで出したのか。ゴツメ海竜なのであれば、挑発もかなり通りはいいんだけど、挑発して自信されてステロできずに倒れて、パオジアンのタスキ残ったが一番嫌なので、さすがにステロから入ります。で、2回目相手がアンコールとかしたくなったっていうターンが次のターンもしできたんであれば、そこで挑発っていう動きが一番いいかな。自信で飛ばされたなら、まあ、その時です。はぁ、何わかんないの来た。高速移動。ゴツメ高速移動回流。さすがに高速移動とアンコール両立できないでしょ。高速移動、アンコール、跳ね休め、攻撃技1個。じゃあさすがに無理がある。挑発を押させてもらえるんじゃない？マジで言ってる。どんな回流なん？何がないの？じゃあ、跳ね休めがないの？でも、竜舞がないの？でも、まあ、竜舞はないか、それは高速移動あるから。竜舞のほかは高速移動になった、ワムヘポン海竜ってことか。引く？いや、ちょっともう、わけわかんねえ。そっか。まあ、ルガルガンが前に張らないから、もう、パオジアンが通るっていう考え方か。いやー、なかなか賢いな。いい。小賢しいですね。ふふふ。しいです。そのやり方。まあ、ただ、叫ぶ尻尾、別にパオジアンに対して不利かって言われるとそこまで不利でもないので気を取り直して頑張りましょう。もう歌う展開から入っていいかな。サララ落としのひるみだけ怖いですけど、まあもうケアしてらんない。歌う入る、そっちからか。まあ一発目外してくれる方がでかいけど、それはそれで問題なし。最速置きをケアするならビルドせずにもうバトンしちゃうことなんだけど、ゴツメ回流を見てるから、一回ビルド欲しいよな、さすがに。欲張る。大事それ。ということで、一回欲張ります。まあ、ビルド、一回で次のつらら落としが圏外に入るとは思ってませんが、ということで、ここで最速を消されたら諦めます。いける。くそ。悔しすぎる。あまりにも悔しい。まだ諦めんな。ここルガルガンから行って、海竜の型が分かってるから、諦めなければまだ勝てる。ここは素直にアクセルロックでいい。パオジアンが引くならそれでいい。次は挑発ができるんで、挑発します。ゴツメだと分かってるんで、当然圧力物じゃないんで、ステロも入る。なんなら、あれ？なんか、次のアクセルロックワンチャンない？あれ？なんか、え？ワンチャンありそう。嘘。さすがに飛行テラスワンウェポンだと思うんで、この海竜にされて嫌なこともうないんじゃない？耐えられて跳ね休みが一番嫌だってことを考えたら、ここ挑発から入ります。テラス、え？飛行テラスすんの？実はワンウェポンじゃない。ミステラス。わけわかんねえよ。けど、まあ、それで跳ね休みを襲ってんなら、もう間に合いませんよ。挑発があるんで、この挑発でかいんじゃない？跳ね休みが出せないですよね。よし。ただ水テラスなら水テラパ受けんのかこれ。ってこと？
もうあとチャーレも一体に全てが託されたのか。残るわな。はい、渦か。あ、渦ごつめあんこ海流だったのか。渦ワンウェポン、へえ、そんな海流いるんだ。メジャーだったらすみません、僕はへえって感じ。なるほど、突破できた。確かに、まあ竜馬じゃなくて高速移動ならそこで気づけたかもな。確かに確かに、見てるガチ勢の方は高速移動の時点で気づいたのかな。僕初めて見ました、高速移動する海流。パオジアン、まあもうつぶてで足りるでしょってこと。まあ足りてそう。いやでも大丈夫、バレパンがあるからチャーレムには打席タイムできるよ。まだ僕の目は死んでないぞ。チャーレムがいる限り諦めんぞ。僕にはチャーレムがいるので。チャーレムのバレパン警戒でつぶてから入るだったらさすがに偉いけど、そうじゃないなら普通の攻撃技振ってくれてるところにバレパンで玉ダメだけで済む。つぶてのダメージを抑えるためにさすがに鋼テラスは切った方がいいかな。まあ、鋼テラス切ってあんま裏目裏にもなさそうなので、ラス1ディンルー以外か。さすがにラス1ディンルー聞いたことないんで、はい、鋼テラスバレパンで良いでしょう。いやでも鋼テラス先に見せちゃうことにもう一個デメリットがあって、あれなんですけどね、ドラパルトのドラゴンアローとか振ってくれるところに、こっちが鋼テラスを合わせることでっていう動きができてたんですけど、まあバレパン知ってる動きですねこれは。はい、チャーリムのバレットパンチは知ってる人と知らない人がいて、知らない人に対してはまあラッキーが通ったりするんですけど、まあ今チャーリムの採用率1位の技がバレットパンチですから、チャーリムでバレットパンチ基本みんな持たせてるって知ってる人はこんな感じで先制技から入りますね。ディンルーなんかい。ただ特化インファイトディンルー耐えるんですかって話よ。これちなみに HB 特化でもステロ込みならラン数入ってるはず。逆に HB 特化にでもできてない限り、まあディンルーって結構ね S ちょっと振ったりとか HD にしたりとかあるんで、そんな感じだったらインファイトも確定するはず。いきます、ファイ、よっしゃ、よし、よし、見たかディンルー、これがチャーレムよ。ディンルーパオジアンねえ、これだ、よし、ああ嬉しい、ああいたか、チャーレム、チャーレムの火力を。これエルレイドだったら倒せてないからな、ディンルー覚えておけよ、チャーレムの火力。シャオラー、なんならパオジアンに対しても強い先制技ないからな。シャ、どうじゃ、最速起きで諦めなくてよかった。ふふ、つい熱くなってしまった。はい、ということで今回のぶっちゃけ感想のコーナーです。今回は2勝6敗でした。いやーダメだった、非常に悔しいです。1試合僕の特大プレミで落とした試合があるので、いや本当にそれに関してはもうチャーレムにマジで申し訳が立たない、ごめんね。まあでも人間なんでそういう時ありますね。もう張り切っていきます。まあ仮にその試合を拾えてても3勝5敗なので、まあ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 って感じですね。今季序盤は僕めちゃくちゃイケてたんですけど、まあ、今シーズンの動画の中で初めて負け越しになります。最近の動画もね勝率5割とかが多かったんですけど、なんか徐々に右肩下がりって感じですね。まあいいや、右肩下がってこ、研究者ってそういうもん、うまくいくだけは研究じゃないということで、チャーレムにバトンをする、まあ、特に素早さ上昇のバトンをするっていうのは僕ずっとやりたかったんですよ。まあただチャーレムって耐久が本当にペラペラなので、まあ、耐久のラインで言うとキノガッサとかマルマインとかその辺かな、まあ、ぐらいなので、まあ本当に耐久はないんですよね。まあじゃあバトンの受け先っていうのが非常に厳しいだろうなっていうところに、歌うっていう眠るの要素とか、まあ、ビルドとかで耐久を増したりとか、まあ、アンコールがあったりとかっていうところでなんとか賄えるんじゃないかと思って、まあ、今回ね叫ぶ尻尾と組ませたかったんですけど、まあ、元々ずっとポケモン発売以来全伝説が出るまでゴースト環境だったので、まあ、このエスパー2体はあまりにも安定しないだろうということで、これまで思いついてはいたけどやらなかったんですけど、全伝説が登場して悪タイプがかなり台頭してきて、ゴーストタイプが比較的減ったので、まあ、特にドラパとかいなくなりましたよね。ハマタクカミとかサフゴはまだ強いけど、まあ、比較的減ったということで、まあ、今回やってみようということでやってみたんですけど、まあ弱かったですね。まあ、でもチャーレムが弱かったわけではないと思うんです僕は。バトンの受け先として弱かったというだけで、なのでチャーレム単体の研究はまだまだ続けてもいいのかなという気持ちでいますね。ダメって言われてもするんですけど、まあ、ただその前期までは直期チャーレムとか強かったっちゃ強かったんです
ですけど、バレットパンチの採用も完全に認知されてきていて、僕自身もチャーレムの動画出すたびにチャーレムはバレットパンチ絶対採用してるんで警戒してくださいってもう皆さんに言っちゃってるから、もう僕自身で自分の首を絞めてるところもあるんだけど、まあそこはね正直に言ってかないとね、それの対策はされてるって分かった上でちゃんと僕もそれをさらに上回っていかないといけないから、まあ、そこはいいんだけど、バレットパンチがもう警戒されて通らなくなってきてる、羽ばたく亀に対してもバレットパンチとかしたらまあ普通に炎テラスとかで返されるっていうことも増えてきているので、まあ、チャーレムも前期ほど戦いやすい印象は受けません。バレてないから勝てるっていうのはもちろんマイナーポケモンの強さではありますけど、正直バレなければ強いっていうのは相手が到底警戒できないようなラインでやるべき戦術です。チャーレムのバレットパンチみたいな知ってさえいればみんな警戒できるっていう相手の知識に委ねることは基本的にやるべきではないんですよね。チームは僕はあまりそれを好みません。相手がその可能性を知っていてもまあ到底警戒できないし、そもそもそれを警戒するくらいなら別のことを警戒した方が強いっていうぐらい、別の方も強くて知識として持っているけど警戒するに値しないって思わせているラインから指していくっていうのが相手の不意をつくというやり方の正しいやり方だと思ってるので、バレットパンチに関してはもう一度知れ渡ったと、まあ、それはチャーレムにとって名誉なことだと思います。チャーレムってこういう技を持ってるんだって知ってもらうっていうことがこれまでほとんどなかったですからね、歴史で、まあ、猫魂飛び膝、まあ、それだけじゃなくてもう一個バレットパンチっていうアイデンティティを広く知ってもらったっていうのはチャーレムにとって一つ大きな歴史が動きました。多分これまでのポケモン史でチャーレムのバレットパンチをこれだけ警戒できる人が多い世界は今まで一度たりともなかったと思います。僕はたびたび使ってきましたけどね、昔の世代でも、その時にそうそう警戒される技じゃなかったので、本作になって本当にバレットパンチっていう技の認知度が上がったと思ってます。じゃあそこを警戒されるからチャーレムで どうその上を取っていくかっていうことをこれから考えていかなきゃいけない。バレットパンチがあるからパオジアに強いっていうのも、まあ、今回ダメだと分かりましたね。さすがに速くて火力が高いポケモンが多くなってきたので、チャーレムは一旦タスキ以外の運用がちょっと考えづらいポケモンになってきました。あるいはスカーフとかもありなのかもしれないですけど、スカーフはバレた瞬間相手にテラスで弱点ずらされて終わるので基本的にはタスキなのかな。そう、まあ純伝説が4体増えたとはいえ、パオジアンとイーユーに対してはチャーレムはまず負けるので、実はディンリュウとかチオンジェンとかに対して強いっていう認識の方がいいですね。まあ、特にチオンジェンに関してはドクテラスまでケアできていて、一緒に組まれがちなドヒドイデに対しても打点があるっていうのは本当に強いので、その点は高く高く評価していいと思います。そういう受けを破壊する要因として採用するのが、まあ、正しいのかな。まあ、そうなるとエルレイドでいいじゃんっていうのがどうしても拭えないんですけど、まあ、そこはこれからも地道に研究ですね。はい、ということで後語りなんですけど、ちょっと本編の収録から時間を置いてから撮ってます。本編の収録終わった時点でチャーリーも全然活躍させてあげられなかったこと悔しすぎて、全然なんか後語り楽しい話題浮かばなくて今何も思い浮かばねえわっつってちょっと一回ね録画切りましたので、まあ、後日なんですけど今で、後日になったおかげでできる話があって、皆さん新しい新アニポケ第1話見ました？アニメポケモンのね、まあ、そのサトシがいなくなってしまって、で新しい主人公でね新シリーズポケットモンスターが始まるわけなんですけど、僕はね家にテレビがないのでリアルタイムができないんですけど、毎回ねポケモン公式が YouTube に上げてくれるのでそれを見てるんですけど、いやちょっとね物語に直接触れないんですけど、登場人物の話とかちょいちょいその雰囲気とかこんな感じだったよねっていう話をするので、まあ、まだ見てない方はもう完全に初見で楽しみたい方はね本家見てから僕の後がで聞いた方がいいかなと思うんですけど、一応話のね本筋には触れずにいきます。で純粋な感想なんですけど、マジでバチバチおもろい面白すぎてびっくりした。マジでひっくり返るかと思った。めちゃくちゃ面白くない？新ポケモン。いい意味でサトシがいた頃のそのポケットモンスターのアニメと全く雰囲気違ってびっくりしました。なんか言うて似たようなアニメポケットモンスターなのかなと思ったら全然違いますね。なんか一言で言うとすごくこう現代アニメっぽくなったなというか、アニメポケットモンスターってすごくこうまあ良くも悪くも児童アニメって感じだったじゃないですか。子供でも見やすいようにっていうのがすごく意識されてたし、実際僕はそのおかげで本当に小学校からずっとポケモンアニメね見てきたわけなんですけど、なんなら幼稚園の頃から見てたかな。明らかにコミカルさが減ってすごく現代アニメっぽい、まあ、良くも悪くもすごくシリアスな雰囲気になったなっていう風に思います。ただその一つのアニメとしての完成度がめちゃくちゃ高くて、その大人になってからアニメ見た時にその児童向けの空気感っていうのはもちろん楽しめないわけではないし、今までのサトシのアニメポケモンも大人でも楽しめる要素をたくさん入れてくれてたと思うけど、それ以上にやっぱ大人が見ても見応えがあるっていうところがすごくあって、ま、なんかそこはポケモン側もすごく年齢層が広くなってきたというか、当初子供だった
そのポケモンファンも大人になってきて、もうなんかポケモンファンっていうのが老若男女問わずになってきたっていうところをすごく意識してるのかなと思ったんですけど、大人が見てもマジで面白かったですねという風に見て思いました。まあ本当に至るところにそれが出てるなと思ったんですけど、まずあの主人公がすごく感情移入しやすくなりましたよね。人間っぽいというか、今までサトシって すごく良くも悪くも超人だったというか、めちゃくちゃいやすごくて応援したくなるっていう感じの、ちょっと孫悟空みたいな感情移入ができるわけではないほど、なんかもうめちゃくちゃ明るいしポジティブなんだけど、でもそこがいいよね、応援したくなるよねっていうのがサトシの魅力だったと思うんですけど、今回の新主人公、まあ2人いるうちの片方しかまだ出てきてないですけど、のリコの方はすごくなんて言うんだろう、ネガティブな部分がありますよね。すごく自信がなくて引っ込み思案なところがあって、なんか自分の意見をうまく言えないし自分でもわからないみたいな、そういうところに悩んでるっていうところがすごくなんか人間味があって、まあ、他の登場人物のそのね、あの声優さんの演技とかも含めてですけど、かなりこうシリアスめに演技されてるなっていうのが伝わってきましたので、アニメポケモン初代のこのロケット団のヤッハッハッハーイみたいななんかあのコミカルさみたいなものがすごくなくなって、あの洗練されたアニメになったなっていう感じですね。なんか僕はすごくあれはあれで当時のアニメポケモンだったっていうので、なんか差別化があってすごくいいなと思いました。新しい主人公で同じ路線でやってたらどうしてもやっぱサトシの方が良かったなって思ったんですけど、本当に全く別物になってくれたので、あの全く別物として見れて、あなんか当時の方が良かったってもう比べらんないというか、もうジャンルそのものが違うよねっていうぐらいの変化をつけてくれてたので、あのすごくなんか僕は正直サトシがいなくなってからの変化についていけるだろうかって思ったんですけど、別ジャンルとして新しいアニメを作ってくれた感じがして、すごく元のアニメポケモンも好きだし今のアニメポケモンも好きっていう、その両立をさせてくれるっていう意味ですごく僕はこの変化の大きさが僕にとってありがたかったです。その敵役がロケット団じゃなくてエクスプローラーズっていう新しい組織になって、まあ、エクスプローラーズっていうものの存在とか、一応そのアメジオっていうねキャラクターとかの存在とかは放送前から公式がちょいちょい言ったりしてましたけど、まあやっぱりキャラデザとかからも分かる通り結構シリアスでしたよね。ロケット団みたいなコミカルさが一切なくて、いやすごくなんかあ映画っぽい、シネマティック、ポケモン映画のね敵役も結構そういうシリアスな部分があったと思うんですけど、今まで、まあ、すごくそれに近いものがあるなっていう感じでした。なんかねロケット団はちょっと悪役だけどそんなところが愛されるよねっていう部分があって、今のエクスプローラーズは本当にまさに分かりやすい敵って感じがして、今後ねそのどういう目で見ていくことになるんだろう、結局なんかずっとこいつらムカつくなって思いながら見ることになるんかなみたいなね風に思いながら見てたんですけど、今のところやっぱしっかり敵って感じがしますね。で新しい、まあ、博士枠というかフリードっていうキャラがね出てきてるんですけど、フリードもまたもうめちゃかっこいいのよ。もうね男性のキャラなんだけど、もう本当に色気があるよね。かっこいい、もう色気のあるかっこよさっていう感じで、めちゃくちゃ押せちゃいますねフリードは。なので僕は新キャラの中で今のところ一番好きかなっていう風に思ってるんですけど、いやフリードのこの魅力っていうところも、この今まで博士っていうのはポケモンのねその本編に出てくるキャラだったじゃないですか。でも今回のポケットモンスタースカーレットバイオレットの本編の博士って、まあ、ストーリー上どうしてもねなかなかペパーとも関係があるし深く、登場人物が違うっていうところも含めて、まあ、そもそもの設定とかも全部含めて、まあ、登場させられないっていうところで博士役が大きくもうアニメそのものになったわけなんですけど、そのおかげでこうポケモンの中の設定みたいなものにとらわれず、もう一人の魅力的なキャラとして描けるっていうところを存分に生かしてくれてるなっていうのをすごく感じて、めちゃくちゃ魅力的ですね。すごいもうこれからが気になる感じで終わっていったし、もうなんか僕は全てにおいて100点満点だなと思う1話でした。こんなにアニメの1話で面白いっていうこともそのポケモン抜けにしてもねあんまりないっていうぐらい面白かったですね。でその一番僕がねこれは本当にありがとうと思ってることが、あの音楽、これ劇版の音楽の担当がコーニッシュさんという方で、僕実はコーニッシュさんの大ファンなんですよ。本当にコーニッシュさんの音楽が好きで、 BGM がないただの劇版の音楽で初めてボロボロに泣いたっていうのが僕はコーニッシュさんの音楽だったんで、本当にそれ以来ずっと好きなんですけど、それがあの白鳴の翼、ポケモン剣盾の頃のねあのオリジナルアニメーション、今も YouTube にありますけど、その白鳴の翼の第4話の最後にかかる音楽が僕は本当に大好きで、そこで僕はコーニッシュさんの音楽を知って、コーニッシュさんの Twitter フォローしてみたいなことをやって、なんなら当時そのコーニッシュさん
さんの音楽が良すぎる第4話の感想みたいな動画を1本出したっていうぐらい、僕別に1話2話3話の感想とかを動画で出したわけじゃないんですよ。なぜか急に突然4話だけ感想のをね熱く語る動画を出したことがあって意味わかんないんだけど、今思えば YouTube 下手すぎだろって思うんだけど、でもそれぐらい本当に抑えられないぐらい小西さんの音楽は僕にとってぶっ刺さったわけなんですよね。で今回も音楽小西さんで、正直最初気づかなかったんですけど、後から聞いて、あのなんか今の音楽どっかで聞いたことあるなと思ってスタッフロール見たら、あ小西さんなんだっていうんで、そこで気づいて改めてね本編、最初は僕スマホで見たんですけど、本編もう一回あのヘッドホンでもう一周して聞いたら、ああ確かに小西さんだって思うところがあったり、ヘッドホンで聞くとあのセリフとかがちゃんと左右にねパンで振られてて、左から話し声が聞こえてくるみたいなところがあったりとかも結構して、すごくやっぱり映画チックに作ってあるなっていうのがすごく感じました。もともとのポケモンもそういうところちょいちょいあったかもしれん、ごめんなさい、それちょっと正直あんま覚えてないんだけど、それも含めてなんか今作は全体的にね、まあ、CG の部分とかもすごい綺麗だったけど、ああなんか映画を第1話から見せてもらったみたいな、すごくこれからが楽しみになるポケットモンスター新シリーズになりました。皆さんね、革命の翼第4話の最後の方見てください。本当に僕コーニッシュさんだと思って、いやそういえばあの時のコーニッシュさんのね革命の翼の音楽もう一回聞きたいと思って第4話見返したんですけど、もう一回ボロ泣きしました。なんかねもう映像と音楽だけでねボロボロに泣けちゃうんですよね、まあ、というのを皆さんにお伝えしておきます、まあ、僕の好みっていうことですね、もうぶっ刺さりました。のでそれも含めてもう僕にとってはもう最高の最高のアニポケ始まったなという感じでございます。サトシとかロケット団はいなくなっちゃったけど、ピカチュウ役の大谷育英さんは続投ということでね、キャプテンピカチュウを担当してくださるということで、これからもキャプテンピカチュウの活躍楽しみですね。第1話でもめっちゃピカチュウ活躍してて、いや最高でした。はい、ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。で、ね、語り尽くしてたらねキリがないんだけど、舌回んないや、興奮しちゃって。でも本当にまだ見てない方はマジで見てください。もう見た方はね最高だったねという気持ちでいます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はインゲンでした。またね、バイバイ。